はじめまして。どうかこの子をよろしくお願いします。森の呪いを断ち切るために、あなたならきっと、この子を助けてあげられる。何持ってんのこれ。イガグリ？栗の中身みたいな両手で持ってない？この子は記憶が空っぽなの。この子が過去を思い出したり、夢や寝言を集めることが、森の呪いを断ち切る答えにつながる気がするの。なるほど。注意。今あなたは、呪いの森に入りました。絶対に呪いを。あら、何この子。寝てるの？なんか音聞こえる。ちょっと猫みたいな、蝶が。見つけた。誰ですか、あなたは。しかしまあ、よく眠ってるわね。うわ、ちょ、どんな起こし方？おはよう、目が覚めたみたいね。おかげさまでね。これは脳みそなのかな？あ、右左。大丈夫？ここがどこかわかる？山？森？どこ？やっぱり、何も覚えていないのね。いいわ、私が教えてあげる。教えてください。今あなたが目を覚ましたこの森はシシャムの森って。おっしゃった。この森に近づく人間は誰もいないわ。古くから伝わる掟があるからよ。掟？丸物掟？シシャの森に入るべからず、二度と森より帰ることは叶わぬ。このヘとかハとかその古文みたいなのちょっと危ない。俺読みづらいわ。こいつ何言ってんだっぺか。全然わかってないわ。この森に立ち入った人間は人間じゃなくなってしまうのよ。あ、この子みたいな感じになるってこと？脳みそだけになるってことか。記憶を全部失って別の存在、空っぽになっちゃうの。おー、空っぽって言われてたもんね、この子もね。ちょうど今のあなたのようにね。階段これ。禁忌とされるこの森になぜあなたが立ち入ったのか。記憶を失ったあなたにその理由はわからないでしょうね。そしてごめんなさい、私も教えてあげることはできないわ。なんかその掟とやらになんかあるのかな、教えてはならないみたいな。おろおろおろ。でも大丈夫よ、記憶を取り戻す方法ならあるわ。それは教えてはいいんだ。それを伝えるためにあなたに会いに来たの。わざわざあざます。あざあざあざます。私の名前はあかりっていうの。この森に住んでいる妖精よ。妖精さん、超イコール妖精さん。やっぱりあなたは私も妖精なんじゃないかなと思ってました。失った記憶を取り戻す方法なら私が教えてあげる。それはぜひとも聞きてえな。死者の森から空っぽに導くこと、それが私に与えられた使命だから。やべ、声高くしてたのになんか普通の声に戻っちゃった。でも一つだけ忠告させて。なんでしょうか。辛い記憶や悲しい記憶は時に残酷なほど人間を苦しめる。確かに嫌な記憶は消したいもんな。自分が取り戻した記憶に苦しむことになるかもしれない。その過去の自分、どんな自分だったのかみたいなのを思い出すことによってみたいな。本当に記憶を取り戻したいのか自分でよく考えてみてほしいの。そして記憶を取り戻したとしても人間に戻れるわけじゃないわ。ああ、そっか、そうなのか。命を懸けた儀式に成功しなければ人間に戻ることはできないの。どんな儀式なんだろうそれ。画鋲の上でタップダンスとか。このまま空っぽとして森で暮らしていくのも幸せだと思うわ。のほほーんと。ただ平平ボンボンと暮らすのも悪くないかもしれないね。確かにな。私はもうこれ以上この森で人が死ぬのを見たくない。それでも記憶を取り戻したいなら私の後についてきて。ふっ、みんな覚悟はできているが俺はできてない。話難しくて全然わかんないけどついていきまーす。ぷにんぷにんぷにん。そんな移動の仕方なんだ。ということで、うわぁみんな、今回から僕は空っぽというゲームをやっていきたいと思います。空っぽ、これはもう私の実況に関連してますね。俺は実況するときは頭空っぽにしてやってるんで、
なんか共通点あるよね。で、空っぽ。言い換えればアホっていうことですね。おい。さあ、着いたわ。左下の鳥は誰ですか？ああ、いい、この川のせせらぎ、いい。こういう音が好きなんです。なんか知らんけど、音フェチっていうのがね、なんて言うんでしょうね、こういうのね。なくした記憶を戻すには、まず花を集めるの。花？ん？花？川を見て。はい。うわ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 、おい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 。すっごい綺麗に羅列されてる。ほら、生の花が咲いたわ。早速集めてみましょう。何生って。平泉生？母さん！下手くそ。やり方は簡単よ。花をタッチして集めるだけ。なるほど。アルバイトの、なんか、求人みたいな感じ。これをやるだけで、あなたも、サクッと稼げちゃう。僕アルバイトーみたいな。お、すごい。本当に簡単だ。平泉生を集められたみたいね。じゃあ移動するわ。ついてきて。はーい。待って待って。さっきのとこに戻った。これ、さっきのとこだよね、これ。森だ。この辺りが良さそうね。覚醒に適した場所だわ。ここが？別になんか、矢倉とか、ほとりとか、祠とかあるわけでもなく。ここが？さっき集めた花を使って、あなたの脳を覚醒するの。覚醒、とかじゃないよね。心配しなくても大丈夫よ。難しいことは何もないわ。本当が？さあ、目を閉じて、心を沈めて、集中するのよ。はい、わかりました。こっち見たら怖いな。俺に言ってんのそれ。瞳を閉じれば、なんか文字がいっぱい。覚醒をタッチしてください。あ、はい、すいません。にゃー！平泉生、記憶を蘇らすみたいな、がっつり脳みそ。いいわ。その調子よ。じゃあ、平泉生を使ってみて。平泉生を使ってみてってなんだ？覚醒。え？なんだ今の。マッサージ。ゆらり、揺られている夢は、なんかでかくなった。少し成長した。僕は空っぽ。気がついたらこの森にいたんだ。ここがどこかもわからなくて、森をあちこち歩いていたら疲れて眠っちゃったみたい。森の精霊、明かりに起こされていろんなことを教わった。僕は記憶を失ったけど、川に咲く花を集めて覚醒すれば戻るらしい。記憶ってなんだろう。ああ、なんだか眠いや。おやすみなさい。寝るな。あ、なんか、隣の風車、俺も持ってる。やっぱ、共通点ありまくりじゃん。俺とお前は同じなのかもしんない。え？もしかしてこれ、俺？